この越後湯沢というところは、食材は、海、山、川といった、いろいろな食材が、たくさんありまして、いずれをとっても、私は素晴らしい食材が揃っていると思っています。私たちの提案する雪国ガストロミーというのは、もともとこの地域に培ってきた、郷土の食材ですとか、あと料理法、ちょっとしたこう生活の知恵とか文化というものを織り交ぜたのが、私たちのお料理です。そういうものを料理を通じて、地元の食材、もしくはちょっとしたなんか暮らしの知恵みたいなものが皆さんにこう分かち合えたら、よりこう旅の楽しみが広がるんじゃないかなと思います。新潟の方行って飲食店をあの入ってみたら、たまたま釜飯屋さんでそれを見て、つばめ持ってきて、じゃあつばめでやってみようかっていうことで、50年ぐらい前でしょうかね、始めたんですけど、元になる出汁が毎日取るんです。出汁と昆布と醤油とお酒で味付けて、それで沸騰したらエビとかカニとかそういう具を入れて、火ずっとかけていくとすぐ焦げるんです。火の加減を見て炊き上げるんです。20分ぐらいで、まあ、この新潟の本州とその沖に佐渡というのが島があるんですけど、そこの間を越佐海峡、越後と佐渡の海峡で越佐海峡って言うんですけど、そこ海流がちょっと複雑な海流で、その中潮の中で育った魚っていうのが、まあ、身の締まった美味しい魚が取れるっていうことですね。夏だと、まあ、地元産の岩牡蠣が取れたりとかですけど、岩牡蠣っていうのが夏場の牡蠣で、その種類が違うんですよね。はい。で、大型の中身美味しいやつが生で食べれる感じがあるので、それがやっぱり一番いいと思いますね。千年酒吉川という名前ついてますが、村上の酒の食文化千年前、平安時代、この時代にこの地方から京の都の朝廷に酒の加工品がもう5品目も納められていたと。それが延喜式文献に残っていて、少なくとも1000年前には村上には酒の食文化があったんだということです。普通では捨ててしまうような内臓、そして中骨、頭に皮、そしてエラに至るまで、まあ、全て食べる、そういう料理が生まれてきたわけです。まあ、それが今の村上の酒料理の大きな特徴になっています。新潟市、ここは西蒲区という場所なんですけれども、町のイメージ、そうですね、それとはちょっとこうかけ離れてくるような場所で、とにかく稲作、そして畑が主流の場所になってきます。こちらは地元西蒲の野菜を中心にメニューを作っておりまして、今はお肉とお魚のメニュー、まあ、メインがその2つなんですけれども、3週間に1遍ぐらいのペースでどんどん新しいものになっていきます。